まあ、タイトルサムネにもあると思うんですけど、今日はねオイル交換をしようと思います。はい、頑張るぞい。やったことあったっけ。プラグはやったよね。プラグはやった。オイルはやってないね。うん、すいません、ちょっと今日車の行きがいいっすねちょっと車の行きがいいんですけど、すいません、ちょっと申し訳ない。やってない。やってないね。オイル交換は多分これ初めてだね。初めてのオイル交換です。僕もあのお店に1回預けて1回やってもらった以来で、なのでもうオイル交換のタイミング的にはね、まあちょうどいいくらいかな、ちょっと過ぎちゃったぐらいかなって感じなんですけど、まあほら僕たち旅が決まったじゃないですか。そうだね。1110キロの旅、この車で1110キロ走る自信ないんですよね。これで行くの？え、もうこれで行くでしょ。マジで？ FJ で車中泊でできんぞ、こんなクソ狭い車。いや FJ の方がいいよ。いや FJ 狭いもん。そう、暗いって。狭いって。寝れん寝れん。あなたは寝れるかもしれないけど、俺は寝れない。いや、私寝れない。寝れない。じゃあ2台で行く？やだ。あの無線で喋りながら。一番やだ。はい、というわけで、まあオイル交換をしようと思います。はい、で今回ね、使用するオイルはめっちゃ、あんなあそこにポツンと。あそこにどこ行ったかなと思ったら、はい、これですね。はい、76オイルでございます。これあの以前スイスポの時にね、これ使って、あのね結構良かったんですよ。安いし 0W20。 はい、まあ、指定粘土なんで 0W20 を入れます。はい、で今回はやっぱその旅を控えてるんで、これだけじゃちょっと不安だなと思いまして、実はこんなもんを買いました。 STP オイルトリートメント、このオイル添加剤でございます。こちらね、オイル性能強化剤ということで、エンジンの耐摩耗性が向上し寿命を伸ばします。まああのオイル交換するときに一緒にね入れるといいよってやつでございます。300ml ですね。今回はエレメントは変えないんで、オイルだけで、3リッターでこいつ入れるので 2.7 と 0.3 を入れます。はい、でも今回はですね、上抜きで変えます。吸い上げ。そうそうそう、スイスポでやったやつ。そう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 、もうあれ安全だから。くいますよ、いやそれじゃ全部抜ききれんでしょとかいうコメント来るんだけど、あのね、大丈夫です。はい、ゼロ抜ききれんだろ。抜ききれないし、壁にへばりついたオイルがいる。そう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 抜ききれんし、もう秘伝のタレ継ぎ足し状態だよ。そうそう、そうやったって。そうで、まあ個人でやる場合はね、やっぱこう車を持ち上げたりするってやっぱ危険が伴うんで、あの上抜きは安全なんで、もう上抜きでやります。はい、はい、というわけでやっていきましょう。やっていきましょう。タイムドゥブドゥブドゥブ。これ言いたくなっちゃうんだよ。言いたくなっちゃうんだよ。言いたくなっちゃうんだよ。ごめんなさいね、インフェイズの皆さん。すみませんでした。あ、大丈夫。あ、大丈夫。あ、あ、大丈夫。わかっ、爪いった？爪じゃないけど。あ、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 痛い痛い。大丈夫？変わろうか？なんでそうなった？ロックがかかって。あららら。ペンってなった。あら、変わろうかじゃん。やります。さすがシフォンモータース。そう、シフォンモータースいきなんや今日。あ、シフォンモータースです。もうシフォンモータースに飽きてきてだろ自分が。いや、そんなことないよ。ほんと？あの、ちょ、着るものがないから。あー、はい、まだついとった。これまだついてたの？これ。うっそ、まだついとった。うん、スポンジもしっかり噛ませて。ほんとだ。オイルレベルゲージのさ、うん、とこから抜くんですけど、うん、反対側ですねこれ。運転席。そうですね。はいはい、やばー。はい。私の手の毛が何だった。あ、そのままでいい。そう、開けといていいよ。なんでガレージで作業しないんですかっていうコメントのために先に言っとくけど、うん、今バイク入っとんねん。そうだよね。バイク出すの大変やね今ちょっと。許してくれや。許さん。すいません。さあ、お、いいね。これさ、コースできる。あ、そう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 。私でも頭いい。あ、そうでもなかった。椅子をこれ前にスライドしなあかん、先に。うん。ちょっと重たかった。あ。おい、あれ誰の前出すっつって。あれ、おい、すいません。で、こうすれば。高度な技術いるの？あ、それそれそれ。で、ちょっと一回オイルでもどんなに汚いか見てみようか。
短いな。汚いですね。拭ってください。おー、グログロしいですね。私のアイラインと同じ色してる。はい、毎度おなじみ水焼けくん。わーい。はい、これめちゃめちゃ簡単だからもう刺すやん。で、突き当たり、どん突きまで行っちゃってください。あ、行った行った、よしよしよし。あ、閉まった。これさ、この車ってバッテリー後ろじゃん。あ、待て、まだ早い、まだ早い。大丈夫、まだまだあるから大丈夫大丈夫。ちょっとまだ作戦がある。気合でブースターケーブルでつなげました。気をつけてください、あんまり真似はしないように。というわけでポイパックをセットしてオイルを抜いていこうと思います、はい、ただその前にきちんとこいつが開くことを確認しましょう。あ、オッケーオッケー、大丈夫、開きます。はい、さあ来ました、ポイパック。久しぶりのポイパックですね。この前のバイク以来ですね。そうじゃん、この前も俺交換したじゃん、バイク。絶対にキュッてなる、あ、なんなかった。お、多分今日の工程で一番これは難しいかもしれない。あ、で、言ってなかったんですけど、この動画撮る前にちょっとエンジンかけて少し温めてます。はい、オイル交換するね、だいたい前に5分ぐらいアイドリングして温めてからの方がよく抜けると言われてます。はい、ではそれじゃあスイッチいっちゃってどうぞ。行きます。ちょっとうるさいから気をつけてね。はい、みんな耳塞いでね。スイッチ押せんやん。はい、うん、出るかな。急に上がってきた。来た、あ、こっちも今来たよ。おお、来た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 、よっしゃ。お、いいね。お、秘伝のタレ。うーうろー、真っ黒よ、やばい。炭だこれ、炭じゃん、やば、炭だよこれ。はい、オイル出し切りましたね。はい、もう出なくなりました。はい、じゃあ次はいよいよオイル交換でございます。はい、オイル入れちゃいましょう。はい、はい、それではね、そいつらにオイルを入れていきます。3なんですけど 2.7 とあとマックスオイル添加剤を全部ぶち込んでください。開けれます、開けましょうか、変わりましょうか。もうね、ロフしたばっかだから。ああ、そう、乾杯。あっしゅ、あー美味しそう、蜂蜜みたい。ほんとだ、すごいな、車屋さんの匂い。車屋さんの匂い、あ、わからんでもない。ほらほら、蜂蜜みたい。うわ、ほんとだ、トロボンってしてる。じゃあぶち込んじゃってください。あ、ほらほら、もうメープルシロップ、美味しそう。ほらほらほら、すごいよ。いや、ほんとだ、めちゃめちゃ粘度濃いな、これ。ねえ、めっちゃ粘度高い。ほら、ちょっと山ができてる、うん、山が。あ、ほんとだ。ほら、ずっと出る。やばい、ずっと出るじゃん。どうしよう、ずっと出るんよ。お、お、お、いい、ね、あ、もう、あ、もう。よし、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 よし。またこれ、私と相性悪いんだよな。これ、先…あ、オスタイプじゃないやつ。いや、まだこれ新品だから、うん、よし、もうこっからだよ。これに3時間かかるぞ。3時間かけるな。真ん中押すんだよ、真ん中を。いけるよ、真ん中押してんだよ、いつだって。あ、来た？お、ペコっていったよ。あ、いけたじゃん。あ、仲良くなれた。あ、よかったね。あ、やった、やったじゃん。嬉しい。うんうん、これも潤滑だね。アイカツすな。ウエスないと。ウエス。じゃあ入れます。はい。注げ。ミネルバ。ウエー。何にでもオイルを注ぐ女。注ぐ TV。どうも、注ぐです。今日は日産クリッパーに76の 0W20 を入れたいと思います。うひょー。粘度もこってりしで。美味しそう。お次は店主ご自慢のオイル添加剤。すいません、注ぐ TV しちゃいました。注ぐ TV が出てしまいました。申し訳ございませんでした。
急に重くなった。なんで？違う、あのあれオイルが。ああびっくりした。急に重力重くなったんかなと思った。急に精神と時の部屋になったかなと思った。ちょっと地球の重力まだ慣れてないから。慣れてないんだ。すごいよ。見て。やば、これめっちゃ時間かかるやんこれ。もうその缶のままぶち込んじゃよかったな。本当だよ。戻れば。分かれば間違いないからなとは思って。あ、今日作りたいおやつがあったんだ。何？カルビーのポテトチップス？うん、違う。そんな高度なのも作れません。じゃあホットケーキミックスを。ホットケーキミックス。ホットケーキミックス。ホットケーキの素を。はい。あれで焼くやつ。ホットサンドメーカーで焼くやつ。あ、美味しそうだね。そう。この蜂蜜ミント思い出した。蜂蜜じゃないんだけど。交換が終わったので、はい、じゃあちょっとエンジンかけてください。はいよ。足が短い。さあ燃えたらどうしよう。いろんなもんにビビりすぎやろ。よかったね、エンジンかかったね。よかった、エンジンかかりましたね。はい、まあちょっとしばらく待ってから、はい、ちょっとブーンって踏んでください。はい、本当かよ。とりあえずこの後なんかあれだって ブティックに行きたいんだっけ。ブティックに行きたい。ブティックに行きたいんだっけ。ブティックに行きたい。ちょっとブティックに今日嫁が服を見に行くそうなんで、はい、じゃあこれ実際運転してみてくださいよ。はいはい、どうですか。え、運転して、え、なんか軽くなった。でもな、音圧倒的に軽くなったんだよな。そう、音が静かになったよね。え、音が軽やかになって、トゥクトゥク、トゥクトゥク、トゥクトゥク、おお、トゥクトゥクしてた。いやー来ましたね。来ましたよブティック。お、新しいオイルで来ちゃったよブティック。しまむらでーす。はい、はい、ね。今日どんな服があるんですか。いや、ちょっと肌着が欲しくて。あ、肌着欲しいですね。寒いからね。あ、なるほど。下に着るやつが欲しいのよね。あ、いっぱい買っちゃったね。いっぱい買っちゃったよ。車中泊するからさ。あ、なるほどね。あったかいものいっぱい買っとかないとなって。あったかいやついっぱい買いました。ビッグな子出ました。まあ、どうぞ、どうぞ、ごてんよ。はい、ごてん。可愛くないのでな。可愛くないのでた。なんて、オウムガイ。オウムガイト。オウムガイトくんです。やったじゃん。いや、嬉しくないな、あんまり。はい、というわけでね、もう高級くら寿司と、はい、高級ブテック、しまむらでね、ちょっと合流してきてしまいましたけどもね。はい、いや、楽しい一日でしたね。はい、はい、じゃあもう家帰って手洗ってうがいして、はい、寝ようと思います。おねんねー。はい、おやすみなさーい。いやー、お寿司美味しかったねー。あ、違う違う、そういうとこじゃなかったね。オイル交換。あー、そっか。今それ忘れてた。うん、だよね、だよね、うん、忘れてた。オイル交換して、調子も良くなりました。すごいね、やっぱ音がなんか静かになったね。静かになった。なんか前までなんかちょっと踏んだらうおーんとか言って、うなり散らしてたけどね。なんかアイドルもね、静かだよね、アイドリング。うん、そうだね、静かだね。オイル交換最高。それじゃあ皆さんごめんねー。ごめんねー。バーイ。